ニュースの職人、真のジャーナリストの鳥越俊太郎さんをゲストにお招きしております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ニュースの職人というのは私が自分でつけた名前で、あの他の誰も名乗っていません。私しか名乗っています。はい、後でこれ説明します。なんでそう、今日はですね、青山のアンレーブというレストランで、はい、実は ISF が始めた、トークサワ会のですね、はい、3回目ということでですね、今やらせていただいております。1回目が望月磯子さん、望月さん、はい、2回目が菱山奈穂子さん、そして鳥越さんなんですよね。で、初めての男性ですね、私。はい、そうですね。で、最初の時に望月さんの時には、はい、鳥越さんもそうです、そうです、参加していただきましたよね。全国家電、はい、そうです。あれは場所が違った、湯島の方でしたけどね。はい、2回目からこちらで撮らせていただいてると、はいはい、記憶あります。はい、でそれ以外でもですね、鳥越さんにはすでに私どもの ISF のスタジオ、湯島のスタジオにも来ていただいて動画撮影をさせていただいております。あ、そうでしたかね。覚えておられます。いや、望月さんともご一緒で、鹿児島の木村先生のお宅に お伺いしたのよ。あ、一度ですね。あ、本当です。どうも、その説はどうも。で、あそこの、投稿のあの、かん、なんだっけ、え、焼き物の、ああそうです、陳寿館さん、陳寿館さん、あそこへ行ったじゃないですか。ご案内しましたよね。もう忘れてんの。いやいや、覚えてます。いやいや、そういうご縁もありまして、はい、今日は非常にありがたいです。はい、それで今日はですね、やっぱり鳥越さんのこれまでのね歩み、まあ大森から現在に至る歩みなどについてもお聞きしたいと思います。それはもうぜひ聞いてください。はい、おそらくここに今いらっしゃる方と、はい、私とではですね、やっぱりある時代がこう違ってると思うんですよ、うんうん、生まれ育った時代が、はい、でそこはちょっと聞いてもらわないと、うん、私が言ってること の, 意味が分からなかったりすることがあるかもしれませんので、もう僕からもういいですか、言って、はい、勝手に、はい、まず生年月日と生まれは、ね、僕は戦前は紀元2600年という非常におめでたい年なんです、うん、これね、戦後は紀元とかもう使いませんけど、戦前は紀元何年と言いまして、うん、私は紀元は2600年という非常に提灯行列をやった、はあ、と覚えてないですけど、3月13日生まれまして、2600年というのは昭和15年です、太平洋戦争の1年前です。で3月13日に、福岡の九州帝国大学産婦人科で生まれました。なぜならば私は未熟児で、保育器の中でなんとか生き延びたという、もうほとんど親はおそらくダメだと思ってたんだと思いますけど、なんとか九州帝国大学まで行かせてもらいまして、でまあ昭和21年に小学校に入りまして、だからね、まあ自分で言うのなんですけどもね、なんかすごく節目の年に生まれて育ってて、その太平洋戦争の前の紀元2600年生まれて、戦争終わって最初の第1回目の小学校の入学が私たち、だから昭和21年に入学して、で、私が、大学の3年生の時に60年安保というすごい得難い、政治的な体験しまして、京都大学文学部ですよね、京都大学の文学で、留年してたんですから、まだ2回生だったんです、2年生だったんですけど、まあ毎日毎日毎日本当に京都の路上に出てこうやってデモをやって、安保反対岸を倒せということを叫んでおりました。それからね、何十年も経って
安倍晋三私はもう本当に、日本を悪くする張本人だと思って、あのまあ彼がねああいう死に方をするとしかし思わなかったんです。びっくりしましたけど、まあいろんな節目に自分も立ち会ってきて、私来月の13日に、まあ、83歳を迎えるんですけど、3月13日がお誕生日ですか、はい、で昭和15年でしたですね、15年です、だから83に今度はなられる、はい、だからね我々の世代に、まあ、70ぐらいまではね、まあ一応行くかもしれないと思ってましたけど、まさか自分がね80を超えるとはね本当に思ってもみなかったので、ちょっともう日々毎日びっくりしてるんですけど、いやでもこの間少しね大病を、いやもうそれは、ね、私は65歳の時大腸がんから始まって、肺、肺、肝臓と4回手術しまして、でそれはまあ一応がんは一応まあなんとか、もう十何年経ってますから大丈夫ですけど、今度はね腰の脊柱管狭窄症というその脊髄の神経をこう骨とか中がこう刺激する、うちの代表と同じ病気ですね、手術する病気ですね、腰の手術4回しまして、4回もですか、はい、だけどねなんか完全にしびれが取れずに今も足が痛いんですよ、ビリビリして、いやいやいや、でも僕印象的だったのはそのがんの手術をされて復帰されてしばらくした時に、ホノルルマラソンかなんかで完走されましたよね、マラソンに、だから大腸がんから7年経ってました、はい、だから72歳の時、はあ、マラソン70歳の時からね、ジムに行きまして、はあ、結構走ったりしてました、うん、で72の12月に、ちょっと思い立ちましてマラソンやってみようと言って、マラソンからやったことないですよ、あやった初めてで、神宮の外苑のなんかそこの公園かなんかで一生懸命練習して、でも42キロ走ったことないですからね、いや普通ないですよ、大変でしたよ、ねだけどまあ7年歳で一応完走します、すごい、まあ、それが超人ですよ、いやいやそれがたたったんでしょうね腰の骨ら、ららはい、それでちょっとお聞きしたいのは、まあ、京都大学文学部入られて、はい、まあ、留年もされたということですが、はい、卒業してそのままサンデー毎日に入られたんですか、いやそこら辺を、はいはい、僕大学結局7年行ったんですよ、4年でいいところ7年も行って、うん、まあ、あの頃多かったですね、専門を心理学と日本史と2つ行きましたので、まあ、結果的に7年だったんですけど、心理学と日本史、はい、でもう7年、大学を7年も行っている人間はほらもう普通の入社試験受けても通らないんですよね、うん、まあ、内申書とか出しても、まあ、ダメだし、うん、で私若い時から何かになりたいとかこういう仕事をしたいとかいう気持ちが全くなくて、ぼーっと生きてきまして、まあ、ただ本が好きだったので本だけはよく読んでたんですね、まあ、それが結局京都大学も担任にお前だ無理だって言われたのに旧大を蹴って京大を受けたらですね、現役で合格したんですよ、すごい、でも何にもそんな志も何にもあって行ったわけじゃなくて、まあ、なんとなく旧大にみんな行くからじゃあみんなと一緒に行くとこ嫌だかなと言って京大行ってけたら、ちなみに私は旧大です、あ旧大ですねすいません私旧大は行けなかったです、いやみんなが旧大行くからみんなと同じことするのは嫌なのでとって京大受けたら通ったと、で7年もいてもう普通もう就職どこもできないんですよ、京都大学でもやっぱり厳しい、もうダメですよそれはもうどこの会社も、はあ、で僕は出版社ぐらい出版社には行きたいと思ってた、うん、でも出版社は2人とか3人ぐらいしか取れない、そうですよね毎年で、まずダメと、それでたまたま同じクラスのお兄ちゃんがなんかこう
一生懸命練習したで、ね、何してるのっつったら、え、毎日新聞を受けるから作文の練習してると聞いて、ほう、その毎日新聞ってその、7年とか大学にいても大丈夫なんかなって言ったら、それはあの一切そういうこと言わないみたいですよって言われて、あの一応あの受験するあれを入れた、申し込みしたい、そしたらあれよあれよとやはりあの毎日新聞通っちゃいました。最終面接つまりで通ったんですね、最終で通っちゃって、で僕のクラスの友人は落っこちました。あれやらで彼は結局産経新聞行きましたけど、ああでも新聞社には入ったんですね。入ったんです。 で私はあの毎日新聞の記者として東京本社入社で、新潟支局に4年いました、うん、最初のですね、はい、最初の4年で当然東京に戻れると思ってましたら、大阪の社会部に行けって言われて、大阪の社会部に行きまして、最初の仕事は岸和田通信部っていうところ。皆さん岸和田って知ってます？岸和田ってあのこれですよ、ああ担いだ、あお祭り、お祭りがありますね、うん、もうお祭りで有名な岸和田、お祭りと清原で有名な、まあそうか、清原出身なんだ、岸和田ですけども、そこにですね、2年、普通2年ぐらいでいいところをね、2年半もいまして、で、まああのこれはね、私のまああれですけど、勝手な思い込むかもしれませんけど、新聞社といえどもやっぱりね、社内の罰とか。なんかこう上下の関係があるんですよね。で私は一切そういうの嫌いで、なんか社会部長の正月に社会部長のうちにみんな行ってるわけですよ、部員が。で、まあ、部長の覚えめでたくしとかないとダメだったんですね。僕は行かなかった。それで結局2年でいいところ2年半も行っちゃいまして、はい、でようやくその古野さんという小倉の出身の、小倉、私小倉、小倉小倉高校から兄弟というね、小倉高校でありまして、その人が僕をね岸和田から救い出してくれて、で大阪府警の捜査二課という汚職事件なんかをやる、あの捜査二課っていうのがあるんですが、そこの担当をやれと言いまして、まあ、そこで初めてあの事件記者みたいな、やりまして、そこからまあ2年ぐらいやってましたかね。でその後最後にあの10年目に東京の社会部にようやくたどり着いて、で東京の社会部行って、そこからですね、サンデー毎日の編集部に行ったんですよ。そうですよね。でこれはもうね、新聞社では社会部記者か政府事務記者が大体まあメインストリームなんです、うん、サンデー毎日なんかもう全然もう遅れるわけですよね、出席競争からは、うん、で僕は行きまして、まあでもあの書くのが好きだったので行きました、でそのうち僕ね、ちょっとアメリカに行きたくなりまして、アメリカという国がどういう国なのか、その表からは見えないあの内側から見たいと思いまして、あのたまたまそういう俺だったんですけど、アメリカの地方の新聞社にインターンで1年行くというのがありまして、それでまあごまかして英語はできなかったんですけど、ごまかして、通りまして、アメリカの何だっけ、ちょっと州の名前もちょっと忘れましたけど、あの、そうですね、まあ、でも最近物忘れがひどいんですけど、ともかくアメリカの新聞社に1年いまして、まあ英語をもういい加減なくせに、あの、まあ、1年やって帰ってきて、そしたら外信部って言われまして、外信部っていうのは要するに外国の仕事ですね、特派員です。で僕はいきなりテヘラン行ってくれって外信部長に言われまして、
テヘランってどこやろうって分からなかったんですよ。でいろいろ調べたらイランという国だと、でイランっていうのは僕も全然知らなくて、でまあ今でこそねイランっていうのはまあアメリカと結構バチバチやってる国ですから、まあそうですね、まあ今でこそ、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、当時はまだそんなに有名ではなかったので僕知らなかったですね。でテヘランで、まあ、イラクとイランがちょうど戦争してる最中、イラらね、毎晩イラクが空爆飛行機が飛んできてテヘランに爆弾落としていくんですよ。それで今日は助かったみたいな感じでやってまして、まあ1980年か8月に帰ってきて、外資で1週間ぐらいいて、はい、仕事してたらですね、食事行くタクシーの中でラジオから日航機が落ちました。それは8月12日のことだ。1985年ですね。85年の8月12日、これは大変だと思って本社に帰りましたが、外新聞は外国の取材をすればいい、要するに国の中の事件は一切関係ないって言って、全くただ僕はテレビで見てましたけど、皆さんもご記憶あると思いますが、8月12日のね日航機ジャンボ機の、墜落事故のよく僕覚えてますけど、坂本九さんがね乗ってましたね、はい、それは85年です。だからもうあれから18年ですか、20年近く経ってます、でまあそっからまあ、やがてサンデー毎日の編集部の次長になりまして、いわゆるナンバー2になりまして、まあ、いろいろなことやって、まあ、最終的には編集長になりました、で編集長になって、何歳ぐらい、編集長になってですね、最初の正月の1月7日、昭和天皇が亡くなるわけですよ、で昭和はそこで終わるわけですよ、7日間で、ね、1月7日です、でその10日後ぐらいに、テレビ朝日の小田久右衛門という、まあ、天皇と言われた人がですね、突然僕に話がちょっと会いたい、でもてっきりなんかクレームつけられたと思ったんですよ、僕編集長だから、それで行ったらですね、テレビやりませんか、テレビやるって何やるんですかって言ったら、いや報道番組を始めるからそのキャスターをやってくれって、私九州弁しか喋れないのでそう無理ですよテレビやって言ったら、いやいや大丈夫ですからと言って、まあ、やることになりまして、1989年の10月から、テレビ朝日のザ・スープという番組の、ね、キャスターをやることになりました。で皆さんもご記憶あると思いますが、1989年というのは非常に世界的に、重要な忘れられない年で、89年の6月4日に北京の天安門前広場でですね、戦車の前に男がこう立ち下がって、天安門前の、民衆がこう立ち上がった時がありましたよね。あれで中国変わるかと思ったけど変わらなかったです。あれはあれで何つったっけ名前が、彼が抑えて、鄧小平ね、ここからだ、鄧小平が
結局権力持ってて、民衆を抑えつけたんですね。で結局不発に終わりました。で僕はああいうことが起きたんで中国変わるかなと思ったら、どん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 この独裁体制になっていって今の、中国の体制ができてて、でそれだけじゃなくてですね、12月、まあ、その89年の夏ぐらいからあの東欧東ヨーロッパの社会主義の国からですね、西ドイツ西ベルリンにこう人が脱出していくというのは話がいっぱいありまして、僕はあのその時ハンガリーの国境で金網が破れてるとこから東ドイツの人がみんなそこで西ドイツにこう脱出したという現場から生中継を得たことがあるんですけど、まああの社会主義ソ連がやがて崩壊するんですけど、まあ、社会主義という経済のシステムがもうやっぱりダメだということが分かり始めるときは89年なんですね。それがまああの中あのゴルバチョフさんが自ら言い出してペレストロイカという立て直しということを言う。でこれはあのペレストロイカの中身は要するにもう共産党一党独裁をやめます、で民主主義を導入します、でみんなが国民が投票しますいうその大変な変わり方をした年だから、ゴルバチョフが手掛けたその、経済的には資本主義的な経済、それから政治的にはみんなが参加できる、民主主義で、これをですねうまく導入してそのまま発展させれば、ロシアという国もソ連という国もあのいい国になったはずなんです。ところがこれはあのいろんなちょっと曲折ありますけど、まあ最終的にはあのロシアの、なんだっけ CIA じゃなくてロシアの KGB KGB にいた今のあのプーチンが権力握ってこの独裁体制を続けるわけですね。そうですね、真ん中にエリツィンがいましたね。エリツィンは、まあ、あのゴルバチョフさんの後です。で僕はエリツィンも取材はしてますけど、エリツィンからもう何代かつながって最初のもう、ゴルバチョフさんもされてますよね。ゴルバチョフさんは僕は2回ぐらい直接会ってインタビューしてますけど、ゴルバチョフさんは本当にね、まあ、人間的にもいい人でしたし、それから考えたことも、ソ連という社会主義的なシステムを全部作り変えようというのがゴルバチョフの考え方、それがですねねじ曲がっちゃって、結局それロシアという国を維持していくのに、経済的にはね、いや資本主義と同じようなあの資本性を取ってるわけですけど、政治的にですね結局、プーチンさんがいろんなそのお金持ちなんかをこう集めて、ナショナリストのオルガルヒですよね、財閥を。で結局、今のような専制制度を引いちゃって、まあそれがウクライナ戦争にまでつながってくると思うんですけど、まあそういう89年を超えて、でもう僕は毎週のようにソ連モスクワに行ってまして、モスクワの大通りの真ん中から中継をやったこともありますし、いろいろあのソ連という国、社会主義というのはいかに結局うまく作用しなかったかというのを見てきました。だから中国がですね、おそらく、まあ、中国も経済的なシステムは証券会社もあるから、要するに日本なんかと似たような形になってますけど、基本的な政治的
その文化的社会的にはやっぱり全然違う国ぐるぐるに縛り上げた専制国家になってるわけですね。で僕はあんな国に中国がなると思わなかったですけど、やっぱりあっという間にああいう独裁体制を引いて、まあ、共産党の一党独裁ですねいう国で、まあ、いつまでこれがあの体制が続くのかも知りませんけど、おそらくそのまあ矛盾を抱え込んでるのでどっかでそれは、もう破裂するんだろうと僕は思ってますけど、はい、まあというようなことを見てきました。はい、はい、まあ、歴史の本当生き証人でもあると思いますが、先ほどその毎日新聞社からサンデー毎日編集長を得て、はい、そのテレビしかもこう TBS とか毎日系ではなくて朝日系、ね、テレビ朝日でザ・スクープなどを担当されたということで、はい、だからちょうどね89年の10月にですね、はい、筑紫さんはね朝日新聞から TBS の系列のですよね、ニュース3に行ったんですよ、はい、同じ時に。だからテレビ朝日新聞系列のテレビ朝日に毎日新聞の私が行って、うん、毎日新聞系統の TBS に朝日新聞の筑紫さん行っちゃってこんなになっちゃった。いや非常にそれ僕も印象的でですね、不思議だなと思いましたね。あの時、いやあれは別に意味ないんですよ、たまたまそうなんです。たまたまなんですね。あで僕あのザ・スクープは本当によくこう見させていただいててですね、そのいろんな冤罪問題も扱われてましたし、はい、まあ、基本的に検証報道番組というの で、 本当です、ね、調査報道番組ですね。いや本当素晴らしい番組で、僕は原爆投下の問題もやってまして、原爆投下関係もかなりね、はい、毎年のようにね、はい、後の方でやっておられましたよね。テレビって基本的に調査とかいうのはそんなにちゃんとやらないんですよね、うん、絵が撮れればいいという、うん、いい映画撮れればいいので、事実関係をとことんその追求するというのはテレビのお得意ではなかったわけですね。でそこにその初めてテレビ朝日の小田清右衛門さんというね、まあ、有名な方ですけど、この人がそのテレビ朝日にその調査報道番組を作りたいというので調査報道を週刊誌でやってる僕に声をかけて来てくれという話です、うん、ね、それで始まったんですね。で少しお聞きしたいんですが、具体的に言えば冤罪報道では僕なんかが見て注目したのは渋谷事件とかですね、はいはい、桶川事件、はい、それから飯塚事件、はい、それから高知白梅事件などね、ものすごく印象に残ってるんですが、まだ仙台の禁止管罪というのもある。ああそういうのもありましたよね。で少し一つ一つっていうか一番印象に残っている事件からお話していただければ。まあ印象に残っているというか、その僕が、はい、おけが、うん、ストーカー殺人事件、女子大生ストーカー殺人事件という今日長い名前ですけど、うん、奥川の駅前で女子大生が刺し殺された事件があったんですね、うんうんうん、それが結局最初は週刊誌なんかでその犯人のことよりもそのいかに女子大生がですね、にぎやかな生活を送っていたかって言って、着てるものが、なんか派手だとか、なんかいろんなもの、アクセサリーとか、まあ、そういうその彼女の私生活のことをあることないことを書いてて、で僕はそれを最初ぼーっと見てたんですけど、途中からなんかちょっと違うんじゃないのと、その犯人加害者の方じゃなくて被害者のことを面白おかしく特に週刊誌なんかやっぱり取り上げてたんですね。それでおかしいなと思って調べ始めて、だけどその被害者のご家族ご両親になんか会えないんですよ。
なぜ会わないかというとね、両親が一切メディアとの関係を断ってたんですね。いい加減なこと書いたメディアには会わない。それで僕はあの、担当の弁護士さんは分かったので、その弁護士さん経由で筆ペンで5通ぐらい手紙書いたんです。お父さん宛のいろいろと僕の気持ちを書いて、でぜひ会いたいという。それで1ヶ月か2ヶ月、1ヶ月経ったぐらいですかね、1ヶ月半ぐらい経つ、向こうからあの弁護士から、お父さんが会うだけなら会ってもいいと、で取材じゃなくて会うだけで会いに来ました。で会ったらもうこっちの方じゃないですか、もう会ったらもうちょっと話してと言って、ようやくあの、まあ、取材のいう形を取りまして、あのザスクープという番組で夜放送をしたんです、ところがね、その警察がね、その両親が、あと被害者が犯人を告訴してたんですよ、ところがね、警察がですね、あの理由はよくわからないんですけども、あの被害者の家族に告訴を取り下げをしたらどうかって来たんです。で、あの警察はですね、告訴を受け付け、一回受け付けたらですね、もう取り下げることはできないんですよ。それはね、僕も知らなかったんですけど、その警察官が実際にその被害者に告訴の取り下げのお願いに行ってるわけじゃん。でそれがだんだん分かってきて、警察は慌てて、もう放送の直前まで警察庁長官みたいなとこ、いろいろ電話が来て、そうですか、まあ、それでも頑張ってあのテレビ局の中をなんとか押さえつけて放送されたんですね、放送したんです。すごい。で、まあ、それがきっかけになって、いろんな警察の間違いも分かってきたし、犯人も分かってきて、犯人は最終的には北海道の、本当の犯人かどうか分かりませんけど、一応犯人と目される男は北海道の湖で自殺したと、で、あとあの 5人ぐらいですかね、あの殺害に関わったあの、まあ、ヤクザ崩れみたいなのがいて、これはまあ、捕まるんですけど、まあ、そういうのがあって、結局テレビ朝日のそのザスクの番組で、そのまあその事件のが元にちゃんとあの警察もちゃんとあの捜査することになって、で国会でも取り上げられて、国会でもね、でそのストーカー事件というのはですね、まあ前、その前以前からあったんですよ、ストーカー事件というのはあったんですけど、彼女が殺されたのが、10月でしたけど、翌年の5月か6月じゃない、国会でストーカー規制法というのができるんです。だから初めてそのストーカー規制法というのが、2000年ですかね、にできるんですね。でそれは我々の報道がきっかけに始めてきた、はい、あの その結果、あれですよね、ザ・スクープ、テレビ朝日が、新聞協会賞を取られたんですよね。で新聞協会賞というのは、まあ、名前で分かるように新聞記者に与えられる賞なんです、でテレビの記者とかはまあそれでも3件か4件あるんですけどね、あの有名な、あるんですね、NHK のあの、なんとかいう名前 の、キャスターをやったあのいたじゃないですか、なんとかさあの人とか、まあ、僕の前に3人ぐらい受賞してますけど、僕は確か4人目ぐらいです。だからほとんどはもうずっと歴代新聞記者がもらってる、ね、名前がついてるぐらいですからね、だから、まあ、新聞協会賞、新聞テレビ関係者4人、それがまあね、僕は、まあ、賞をもらったわけだからというわけでもないですけど、やっぱり
非常に思い出記憶に新たで、あ、実は3月1日にそのご両親のところに久しぶりに行くことになってます、はい、あ、今度の今度の1日、あ、そうなんですか、はい、それは貴重な、たまたまです、はい、でもう一つお聞きしたいのは、しぶし事件については前回ですね、うちの副編集長の梶山さんなんかとも一緒にお話をしていただきましたので、はい、僕一番気になっているのは高知白バイ事件なんですよあれもね、ちょっと詳しいことはちょっとよく覚えてないですけどね、ただあれ確かバス、そうなんです、バスのが白バイに、バスの運転手がですね、うん、高速に入るときに止まって待ってたところに白バイがですね、来たんですね、来てぶつかって白バイの警官が亡くなったんです。でバスの責任にとして追及される、そうなんです。でそれを全部もう一回一から検証しておかしいじゃないかということを言った記憶がありますけど、細かいことは忘れてますね。いや僕はよく覚えてます。鳥羽さんがいろいろ言われてたのを